皆さんこんにちは。 TCJ スタッフのゆうじです。日本で就職をされている、ゆうさんをお招きをしてですね、日本で働くこと、それから日本で働いている時の日本語能力についてお話を伺えればと思います。ゆうさんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、ゆうと申します。 TCJ で1年半くらい勉強して、今 YouTube や TikTok など SNS を中心にインフルエンサーマーケティング事業を行っている会社で勤務しています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、実際に TCJ を卒業したのは、はい、いつになりますか？私は2021年の3月に卒業しました。3月に卒業したとするとすぐ4月からお仕事がスタートした形になりますか？はい、ですね、その仕事は、うん、その TCJ で日本語を勉強してた時に見つけて、うんうんうん、その内定もらってたら5月の時にその今の会社に入社しました。うん、じゃあちょっと1ヶ月ぐらいは1ヶ月はそうですね、あったんですね。はい、ありました。実際に日本でこう就職活動をする際に、はい、当然その日本語力というところを求められるのかなと思っているんですけれども、はいはい、ゆうさんは日本語力という部分では何かこう履歴書とかに書く部分では何か、はい、お持ちだったりするんですか？そうですね、一応履歴書の中にその N1 の資格を持ってますよみたいな履歴書で書いてあるので、うん、N1 というのは JLPT の N1、はい、留学した時は N8 でした初心者、初心者、ほぼほぼ初心者。本当に TCJ で漢字で1、うん、その漢字の123あるんじゃないですか。うん、そっから勉強 し始めました。で、はい、N1 になれて、はい、さらにはまあ日本で就職も決まる。そうですよね、いろいろ頑張りました。それはあれですか、やっぱり TCJ の授業以外でも日本語を使おうというような努力とか、はいはいはい、日本語の勉強をしようみたいなところはされてたりはしたんですか？はい、そうですよね、在学中でもやはり自分の日本語能力を上げるには自分が何ができるのかちょっと考えたら、やはりアルバイトじゃないですかね。じゃあそしたら自分の能力を活かせるアルバイトを何かあるか探したら、結局その漫画の会社でアルバイトをした経験があります。実際に会社に働いてみて、その同僚とのやり取りとか、なんかこういう仕事をしてくださいとか、その仕事を任される時に自分がどんな対応をするか、それをちょっとなんか事前に学ぶとかできると思ってて、かなり役に立ったと思いました。実際にこう就職活動をしてみてですね、日本で、はい、大変だったことってありますか？大変だったことですよね。一応私の会社はそのインフルエンサー業界の会社なんで、同僚はほぼ若い子なんで、みんながその日本語のめっちゃ難しい表現だったり、独特な言い回しを日常的にもたくさん言っているので、うん、時々にそれを理解するのに大変でしたね。うん、あとはどうですか、中国でこう就職をしたり面接を受けたりという場合と、はいはいはい、日本でその就職を、試験を受けたりっていうところで違いってあったりするんですか？なんか日本でも日本の場合、うん、その大手の会社に応募するときに、なんか適性検査、いわゆるその性格や知的能力を測定するテストですよね。それは以前その私ソニーのアニメ会社の適性検査を受けたことがあって、でも結果としては落ちたんですけれども、でも一番印象残ったのは、私アニメの会社を応募したのに、その適
適性検査なんかで数学問題、めっちゃ難しい数学問題をいっぱい出て、いや、びっくりしました。それを見て。それでは続きの質問になるんですけども、はい、実際にこう日本で就職したいと思って、はい、留学をした時と、はい、今現実に実際に日本で働かれていてというところで、はい、こうイメージのギャップみたいなものがありましたか？ギャップですかね。日本って敬語があるんじゃないですか、うん、その今の会社入る前にちょっと敬語もあって、でじゃあやはり上下関係がはっきりしていると思ったら、その今の会社入ってみんなが本当に上下関係がはっきりしてなく、同じ視線で働くことがことにはちょっとギャップを感じましたよね。そうするとじゃあゆうさんの方では最初やっぱり日本はある程度その敬語があって上下関係がはっきりしたその中で働くと思っていたけれども、はい、いざ入ってみたら全くそこがないフラットな会社もあって、そうですあこんなに幅が広いんだって、はい、あなるほど、確かにそうですね、はい、でも、まあ、これはどうでしょうね、最近の会社だと、はいはい、まあ、そういったところがあったりとか、そうですよね、うん、あとは外国人の方が多いような会社だと、はいはいはい、最初からそういうような形になっていたりっていうのがあるかもしれないですね、はいはい、でもやっぱりお役所とか、はいはいはい、古い業界に行くとやっぱりその上下関係が厳しいところが多分、はい、あると思いますので、はいはいはい、そこはなんかやっぱ会社ごとの、そうですよね、うん、文化の違いみたいな、はい、会社によるんですよね、うん、はい、では続きまして、実際に仕事を始められてから、はい、こう仕事の中で出てくる日本語でこう意味が分からなかったこととかありますか？はいはいはい、ワンチャンあるみたいなその表現があって、最初の時ワンチャンあるってどんな意味なんだろうって辞書を調べても、なんか意味がよく分からないことが出てきちゃって、その日本人の友達に聞いてもなんかちょっと説明が難しいなって、うん、なんか あるかもしれないみたいな、うん、そういうニュアンスじゃないですか、うんうん、そうです、今はなんとなくなんかその流れで、うん、あこの言葉使えるかなって分かるんですけど、最初はワンチャンあるってどういう意味かちょっと分からない時もあります、ではこれからですね、はい、日本に留学をして日本で働きたいと思っている、はい、皆さんにですね一言あればですねメッセージをいただきたいなと思うんですけども、はい、私が伝えたいのは、そのたとえ面接で落ちても自己否定をしないでほしいっていうことです、うん、なぜなら私今の会社でも一応ディレクターとしてフリーランスを採用する仕事もやったことがあるんですよ。でもその時本当に応募してくるフリーランスの中で作れる人がいっぱいいて、本当にあめっちゃ丁寧だし、私もそれなんか丁寧の文章を見たら、いやめっちゃ採用したいなって、うん思ったんですけれども、でもその実績とか経験を見たら、やはり私今会社が求めることは少しズレがあって、本当に私その時に見送りのメール送りますね。本当に私は泣きながら本当に申し訳ございません、その見送りメールはちょっと高いなんですけど、うん、その検討した結果、うん、今回見送りさせていただきます、うん、送ったんですけど、でも実際私は泣きながら、うん、あ本当に申し訳ございません、本当に採用したいんですけれども、うん、でもそうです、なんかたとえその面接が落ちてそういうメールを見ても、その採用担当者に本当に私のような状況もあると思うので、本当にその採用するその会社側を求める人物像が一致してないだけだと思います。
なのでぜひ面接で落ちても落ち込まずに頑張り続けましょう。そうするとあれですね、やっぱりまあ最初に日本で働きたいと思ったら、はい、その気持ちをずっと貫いて、ずっとそうです。辛いこと、はい、辛いことあったとしても、その自分の問題だと思わずに、うん、次に挑戦すると。そうです。そこはやっぱり秘訣ということですね。はい、ありました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これはもうでも我々にもやっぱり染みる言葉ですね。そうです。はい、やっぱ続けることが大事なのかな、はい、続けること大事です。わかりました。はい、ありがとうございます。やった方がいいよって、そうですね。やはり就活するときに個人的にちょっと一番重要だと思うのは自分の軸を作ることですよね。本当に自分の軸をしっかり把握しておくと、たとえその面接官からちょっと変な質問とか、その質問に対してずっと深掘るする時もあったんじゃないですか。でも自分がその時自分の軸をしっかり把握すると、そういう問題は全部クリアできると思うので、今その就活を準備している人だったら、やはりその自分の軸をちょっと見つけて分析 しっかり分析した方がいいと思います。持ってるスキルは何なのか、自分がやりたいことをちょっと漠然でもいいのでちょっと探した方がいいと思います。それをちゃんと面接官に刺さるようなことをすればいいと思います。はい、はい、では、はい、今日は、TCG のですね、はい、卒業生のゆうさんにお越しをいただきまして、はい、インタビューをさせていただきました。ゆうさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。またゆうさんの今後の活躍をですね、はい、我々も楽しみにしておりますので、はい、ぜひご活躍いただければなと思います。またこんな機会がありましたら、はい、ぜひ招いていただき、はい、いただいたらと思います。はい、またお声掛けさせていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さんありがとうございました。またね。